佐渡島における平成の大合併の地図小木町はかつて新潟県佐渡郡に属していた町。両津と並ぶ佐渡の玄関口であり、相川と並ぶ佐渡観光の拠点であった。2004年には佐渡島全域が合併して佐渡市が発足し小木町は廃止された。浜地町への通勤率は13.1%。佐渡の最南端小木半島が かつての町域である。小佐渡丘陵の一部だが、丘陵はこの辺りでは、標高が低い。小木海岸の海岸線は入り組み、岩が多いが、変化に富む、継承地である。佐渡や彦米山国定公園の一部である。南東側の佐渡小木海岸の東端に小木港があり、そこが、旧町の中心であり、佐渡の一方の玄関口として発展した。小木港には、 うちの館と外の館があり、海に突き出る城山で区切られている。うちの館は、弁天先と城山に囲まれた湾入部で、小木漁港として使われる。外の館は、城山の東で外に開け、佐渡汽船のフェリーや、Z ホイールと観光船が発着する小木港である。農業就業人口は31%に低下したが、21世紀初めの農家人口率は、 なお47%とする。米作のほか、柿、大豆、野菜の栽培が主である。漁業ではブリ、サザイなどの近海創業が中心である。タライ船は観光の対象ともなり、小ぎを象徴する風物として、TV 番組などにも取り上げられる。佐渡の南の玄関口としての利便もあり、戦国船の出入りした江戸時代の港町の遺産と展示。 海岸の継承を資源とする観光業が盛んである。合併後の2013年度末に、小木中学校が隣接する旧浜地町の浜地中学校と統合したことに伴い、旧町域から中学校がなくなった。なおえず、小木航路を担当していた小金丸国道350号が町の中心から北に向かって走り、浜地町に接続した。矢島。 京都のたらい船重要伝統的建造物群保存地区宿根木。ありがとうございます。